はい、大変よろしくお願いします。アメさんですね。パッチラゴン徹底調査ランクバトル編ですね。やっていきましょう。パッチラゴン使っていく上で、これはキュアワーが重ためやから、ちょっと気にしとかんとあかんかな。でリザードめっちゃ通りいいですね。ハッサンもいるからな。相手結構リザード重そうなんで、リザードに厚くしていきそう。これはですね、今回のパッチラゴンかなり動かせそうなんで、タスティ誰持ってるかですね。パッと見た印象ウーラオスやけど、ハッサムもありえるかな。ハチマキとタスキ、ウーラオスと取り合ってると思うんですよね。これはハッサム前出てきた時にパッチラゴン初手かなり活躍見込めるから、これはパッチからいきますか。でキュアワーの対策にピクシーを置いときたいところではある。あの天然なので、相手が瞑想いくら積もうがピクシーが逆に起点にできるんで、ウーラオスもいるからね、出しときたいところやな。でまあハッサムをこれだと熱く出せてないので、アット1はハッサムに熱いポケモンにしときたい。ならまだ刺さっててウーラオスにも強めなリザードを出しとくべきかな。ラプラスはくちばし当てれば OK。 パッチラゴン、パッチラゴンミラーはピクシーバックで OK やから、これでいきましょう。お願いします。初手はモジャンボから来ましたね。 OKOK。 これは有利対面やぞ。相手目線これね、特殊型を想定しないといけないから、リザードが初手から来た時の引き先は用意してるはずやから、パッチかキュアワーだと思うんですよね。うん、これモジャンボ側からは眠り粉が押せるんで、これは1回身代わりを置きます。今回のパッチラゴンこんな方ですね。相手目線パッチラゴンに有利と思って対面作ってると思うけど、有利じゃないんですよね。リフスト、それはまあ無邪気やから結構入るかな。身代わりは割れそうか。うん、しゃあない。 OK。 これでモジャンボ側が突っ張ってくるかどうかですね。ここは放射をしましょうか。素直にリフスト絶対割れますけど、割れる技を押してくる可能性があるから、ここは放射でいきます。引く、ちゃんとした削りを入れよう。キバは来ましたね。そうそう、こういうやつね。これはピクシーバックでいきます。放射、いや恐ろしいですね。絶対アッキーの実やから、これでモジャンボにパッチが勝てることはバレたな。これはピクシーを容赦なく投げます。キュアはピクシーに勝てないんで、というか今のところピクシーの通りめちゃくちゃいいですね。じゃあ裏ピクシーに強いやつか、それに基礎っけ。さあこれはそんなダメージにはならないはず。よしよし。でここ瞑想したいですけど、相手が引く可能性あんねんな。ここ一回無効、瞑想した隙に高火力のポケモン出してくる可能性あるから、宿り入りか。オッケー、これ突っ張ってくる石が見られる。これは突っ張ってくる石が見られるぞ。ムーンフォース、なら容赦なく瞑想積んでてもいいな。シーダーの引くの偉いね。でさすがにキュアは回復させんとパッチ対応効かんくなるから、残すかな。ここからここ瞑想、この次月の光で、多分相手もここ回復してからバックしたいはずやから、おやるか、やりますか。いいぜ、受けて立つ。よし、これでさすがに捉えたかな、キュアは。裏からパッチ切ったらピクシーに大魔切って終わらせてもいいですね。ここはムーンフォースで。ドレインキス。これが急所当たらなければ、一番ダメージを抑えて突破できる。OKOK。ムーンフォース。これは確定一発が取れる計算です。よし、OKOKOK。ニック機花束粉砕。ラプラス。これ大魔切っていいな。大魔切っていいと思うな。もうパッチで勝ちですからね。これはピクシーで雑に削って裏で対応したらいいわ。これ大フェアリーでいきます。 S 関係も一応これ同速意識でかなり振ってるから制したかな。これは
先に戦慄をされることなく上から動けそう。さてピクシーダイマックス冷凍 OK。 危ない危ないそういう勝ち筋もあるからね。てか S 負けてたな。危ない危ない。さあラプラスを粉砕。そうレイドの負け筋もあるからね。あとかなり後付けやけど、よし。さあこれはさすがに負けないでしょう。モジャンボもこれは裏の攻撃との集中で落とせるはずやから、これはフェアリーで OK です。はい、ダイさんありがとうございました。よしよし。キッカさん対戦よろしくお願いします。珍しいパーティーですね。3桁目前の人でしたが、お願いします。パッチラゴン徹底調査でございますけど、これガラルマタドガスプラスホルードの並びでパッチ見てますね。かなり分厚いな。ホルードはねパッチより早いんでね、まあまあ相手しにくい、うん、ただガラルマタドガスプラスホルードに対してはこのラプラスかなり出しやすそうですね。ピクシーも悪くないね。あの瞑想1回積んどけばガラルマタドガスでも大魔切れば大最後に切り替わるんで、ラプラスピクシーベースパッチも欲しいかな。マリルリをちゃんと止めれるんでね、パッチラゴンは。リザはなしかな。マリルリいるしホルードに負けるし、まあ初手のあのレシーバーの猿、あいつスカーフ結構持ってるからリザードン出してバックワード狙ってもいいけどね。てかまあガラルマタドガスプラスホルードに対してはリザードンの攻撃範囲は広いから、これやってもいいな。投げつけ猿ってリザードンより遅いっすもんね。ちょっとバックワード狙いに行った方がいいかもしれんな。で裏に倒し損ねた時にラプラスホルードとマタドガスに熱く出すラプラス欲しくて、これはパッチちょっと出せねえかな。まだピクシーの方が勝てる相手多そう。裏側行きですね。リザードの前ピクシーラプラスこれでいきます。対戦お願いします。ホルード前、オッケーオッケー。まあこのタイミング悪くないね。一応これで仕留め損ねた時でもラプラスで対応効くから、ここはエアスラでいきましょうか。バックする選択肢はないな。これはリザードンでまずホルードを削りましょう。エアスラッシュでひるんだらでかいね。そしてあ直帰ではない、エッチ。いやー言わず持ってんな。これエッチ持ちってカーフっぽい気がするな。あの助けやったらガンプっぽいんで、で大魔を切らない大魔の大魔に対応つかへんから相手がクッション枠に引く可能性あんねんな。相手引けるかこれ。マリルリに引かれてもこっちの方が有利やから、これはちゃんと大魔切るべきやね。残すかな、残したか。マリルリこれが滅び方とかやったらめっちゃらしいですね。ただこれマリルリを削ればピクシー通せそうやな。後ろ誰かな。ラプラスダイマックスで相手目線はマリルリに対して電気技が飛んでくるところもちょっと意識しなあかんから、ここなホルードに一回下げる気がすんのよね。直帰じゃないな。もう直帰やったらもうちょい入らへんと思う。これ戦慄2回押します。理由は第3弾呼びでホルドバックがあるから。これもう1回戦慄、これ第3弾に合わせてホルドバックがあるんで、ないか、守る、守るか。滅びありそう滅びありそう。さあこれでホルドに下げてくる人かどうかですね。マリルリをまず削ろうか。で、ダイストリーム押さない理由は、月の光、ピクシの月の光のダメージが下がっちゃうから、ここはちゃんとストリーム押さずに動きましょうか。で、今壁腫れてるから、マリルリの攻撃、身代わり残せそうだね。だから、ラプラスの選出は正解か。ダイマ切らない、OK。よしよし、いいダメージだね。OK、OK。フリドラで落ちるまであるな。じゃれつく、オッケーオッケー。ダメージが18 31 18。あこれ身代わり残るな、じゃれつくに対して。
相手が壁ターン確保で守ってくる可能性もあるから、ここは身代わり一回置きましょうか。じゃれつく割れないから、身代わりがね、ここ相手が守ろしてくる可能性もあるから、でじゃれつく押されてても身代わりが残るからね、ここは身代わりをしていくべき。じゃれ、さっきのダメ的に身代わりの体力の方が上やからよし割れないよね。オッケーオッケー。この壁からの身代わりはね結構強力ですよ。フリードラいきます。守る、ちゃんと壁ターン晴らしてくるね。で身代わりを割ってから対応って感じかな。ホルド次第かな。ホルド次第ですね。これ先日2ターン目に置いとくべきやったかもしれんで、まあまあしゃあないわ。フリドラでここは連打していきましょう。フリドラの氷プラスじゃれつくの外しまであるから、ここはフリドラで身代わり残せればでかいけどな。あー惜しいな。もうちょいですね。これピンチベリー青もんか。じゃれ当たってる。まあまあしゃあない。それでもラプラスの体力がかなり確保できた状態で突破できたから、よしよしよし。ただ相手にダイマックスが残ってるんで、対応できるかどうかやな。ここフリードラをしましょう。安定マリルリをちゃんと落としてからやね。じゃれつく食らってわざとアッキー発動させてからホルドと対面するのも面白そうですけど、死に出しで十分やと思いますね。問題は大ロックでラプラスがワンパンで落ちると厳しいかな。そこぐらいっすね。多分フリドラ、ジュナイパーが、ジュナイパーってどうかな。ジュナイパーを起点にピクシーで対応した方が強そうかな。これはね弱点保険ジュナイパーって結構いるんで、身代わりで対応します。遅い場合はこれ身代わり成立するんで、これ弱点保険考慮で身代わりからダイマ切るよね。さあ S 買ってるかどうかですね。こっちが買ってたらほぼいけると思う。身代わり連打でダイマターン枯らして最後フリドラやね。さてホルードマリルリジュナイパーか。素早さ関係は向こう上か。向こう上やけどフォローは耐えるぞ。しかも身代わり残ったね。これオッケーオッケー。でかいでかい。この身代わり残しでかいぞ。ただ高校身代わりはできへんから、身代わり高校身代わりできへんやな。できないな。ってなるとラプラスを突破するのにダイマックスを使い切るから、これはフリドラでいいね。弱点保険発動してもフィックスで止めれるから、これはフリドラで削れるときに削ろう。ダイジェット OK。 ああ弱歩っぽいね。この動かし方は、この動かし方は弱歩っぽいわ。だから体力をちゃんと管理した状態でジュナイパーを倒せれば OK かな。さ一応ここ氷のデバフを一旦与えて、あやっぱ弱歩やね。これしかおらんな、ジュナイパー。 OKOK。 これ弱点保険で AC が上がってもフィクスで止めれるんで、これは弱歩に対してもフリドラ押して OK ですね。でダイマターンちゃんと晴らしたから、これはピクシー出していこう。ダイジェットやから、これ多分物理バイターやからピクシーで詰めれるな。あとは急所ぐらいかな。てかこのピクシーを抜いたからジュナイパー結構早いな。 HS の可能性まであるけど、これは瞑想一択。挑発とかがあったら罪かな。呪いとかがあってもきつい。ポルターガイスト、これがどれぐらいのダメージかですね。おお火力高いな。急所か。あここで急所当たってるのはいいわ。次絶対耐えるはずやから抑えれるよな。さすがにムンホ4回積めば確定か。いや待ってよ、3回でこれ落ちるかな。ムンホ3回、あムンホ3回やね。ムンホ3回で今削れてるからムンホ3回で落ちるわ。ここ急所じゃなければ OK。 今のターンで急所当たら、ここで急所当たらなければ OK やね。うわやめろ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 。これはちゃんと HP 管理をして突破した方が強そうやね。HP 満タンで、 HP 満タンから行動します。最終ターン急所当たりそうで怖いな。これは月の光連打、被弾しなければ対応効くはず。
HP 満タンで対応した方が多分強いな。にずみムーンほど落ちるまであるな、これ。HP をちゃんとフルの状態でジュナイパー突破します。だから瞑想2回で突破やな。優勝できないわ。ねえ、あー当たった。くっそー、間に合うかな。 HP フルで瞑想積むべきやね。ちょっと徹底するわ。徹底調査だけに徹底するわ。月の光、ここ当たらなかったら次瞑想やね。オッケーオッケー、ここで瞑想やね。一積みじゃ飛ばへんな。一積みは飛ばへんわ。瞑想一積みで、瞑想二積みで確実やと思う。あの削り方的に瞑想を。そうだね。リフブレー、さあ急所当たるかどうか。当たってない。オッケーオッケー。最終ターン急所当たっても多分対応効きそうかな。 HP フルであれば連続で当たると厳しい。 PP 的にさあこれで落ちるけんなやと思うけどな。うん、これで大体落ちるわ。ここ月の光、ここ急所当たらんかったら次ムーンホで殴ります。誘致してて負けそうやから。当たってない。 OK、 ここ殴ります。あと4回あるけど、うん、こういう時被弾回数稼がない方がいいんですよね。落としきれそうな時にも落としきってしまおう。ここムーンホでいきます。急所当たるな。当たるなよ。 OK、 当たってないな。よし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 、次これ新力急所になるからここ落としきってほしい。いやー新力入った。じゃあ月の光押すしかない。うわマジか、乱数やな。まずい、これ急所当たったら飛ぶわ。いや火力火力火力が恐ろしい。これ月の光の回復の方が追いついてるから、もう一回この次殴るわ。マジか、もう一瞑想。いやでも優勝やしな、さすがに。 OK、 当たってないな。ここ殴ります。ここで急所引いてもまだホルードの相手はできるはずやから、ここは殴る。当たるなよ。ここ当たらなかったら絶対いけるわ。 HP フル、当たるなよ。シリが反応しちゃった。分かった分かった。 OK、 当たってない。130あれば対応効くっしょ。 OK、 OK、 ムーン4。さあこれでホルードに対してのダメージも計算しときますか。直帰やったら押し負けるからね。一回あれかな、光かな。いや待って、いやこれ直帰でも飛ぶわ。あ、直帰でも飛びますね。これはムーンホーすべきやね。いや一回月の光ムーンホーかな。さあ頼むよ、インパクトさすがに抑えるしくない。飛ぶ。よし、耐えた耐えたけど、これムーンホーしてれば勝ってたね。待って、これあと1回もし次耐えられるんやったらもう1回被弾されてるから、そこで急所当たったら負けか。しゃあない。いやーただこれはちゃんと徹底したぞ。落としてくれればもう勝ちだ。直帰でもいいランスやからねこれ。よし OK、 ありがとうございました。危ない危ない。ティッカさん、タイさんありがとうございました。